2023年の WBC は日本が劇的な優勝を飾り、日本中に歓喜の渦を巻き起こしました。WBC の盛り上がりは2023年シーズンにも大きな影響を与え、ペナントレースが始まっても各球場は多くのファンで盛り上がっています。そんな盛り上がりを見せた2023年の WBC では、ダルビッシュ有や大谷翔平など現役メジャーリーガーの活躍が目立ちました。一方で、過去多くの世界大会で日本代表を牽引してきた元メジャーリーガーが代表落ちしたことを覚えているでしょうか。それは2009年の WBC 世界一や2021年の東京オリンピックの金メダルを獲得した田中将大です。田中は2023年の WBC にも早くから出場の意向を表明していましたが、その思いは叶いませんでした。世界大会の経験豊富な田中が代表落ちしたのは一体どんな理由があったのでしょうか。そこで今回は栗山英樹監督が田中を WBC メンバーから外した真相について紹介します。田中将大の経歴。田中将大は兵庫県伊丹市の出身。小学校1年生の時に地元の軟式野球チームに入団し野球を始めました。その時のチームメイトが読売ジャイアンツに所属している坂本勇人です。当時田中は捕手で、坂本が投手としてバッテリーを組んでいました。田中は当時からバッティングでも非凡な才能を発揮し、柵越えを連発していたそうです。中学校では硬式野球チームに所属。田中は肩の強さを生かして投手も兼任するようになりました。そして中学校3年生の時は関西選抜チームに選出されるなど、その実力は地元でも有名でした。高校は地元兵庫を離れ、北海道の駒沢大学附属苫小牧高等学校に進学。すると田中は1年生の秋から正捕手としてレギュラーを獲得します。そして2年生の夏は甲子園に出場。投手としてエースナンバーを背負い、チーム最多投球回数を投げ、見事全国制覇を成し遂げました。当時2年生では史上最速の150キロを計測するなど、一躍甲子園のスター選手となります。しかし3年生の春の選抜甲子園は部員の不祥事があり、残念ながら2期連続の甲子園出場は叶いませんでした。そして迎えた3年の夏、田中の駒大苫小牧は甲子園出場を決めると、甲子園でも勢いそのままに2年連続で決勝に進出。決勝ではハンカチ王子こと斎藤佑樹率いる早稲田実業と対決します。そしてこの決勝戦が今も語り継がれている37年ぶりの決勝再試合となる激闘となりました。結果は敗れてしまいましたが、この歴史的な戦いは後世に語り継がれることでしょう。田中の高校時代の通算成績は35勝3敗で、防御率 1.31 と驚異の数字です。さらに奪三振数は平成の怪物と言われた横浜高校の松坂大輔を超える458奪三振を記録しています。2006年9月25日の高校生ドラフトで日本ハム、オリックス、ベイスターズ、DeNA、楽天から1位指名を受け、楽天が交渉権を獲得し楽天に入団しました。田中は高卒ながらプロ入り1年目の2007年4月18日のソフトバンク戦で見事初勝利、初完封をマークします。さらに6月13日の中日戦では、高卒の新人では2005年のダルビッシュ有以来の完封勝利を飾っています。高卒新人として史上6人目となるシーズン100奪三振、球団初の2桁勝利、規定投球回数にも到達し、文句なしで2007年の新人王タイトルを獲得しました。その後は大きな怪我や故障もなく、順調に勝利数を重ね、楽天の絶対的なエースとして君臨。そして2013年シーズンは無敗の24連勝、前年2012年からの連勝は28を数え、伝説となる記録を打ち立てました。
この2013年シーズンは楽天球団史上初の日本一となり、そして田中は胴上げ投手となっています。最多勝、最優秀防御率、勝率で1位を獲得、さらには沢村賞、自身初の MVP を受賞するなど伝説的な活躍の年となりました。日本球界で数々の賞を受賞した田中は、2014年メジャーリーグの名門ニューヨークヤンキースと総額1億5500万ドルの7年契約で合意し、メジャーに移籍。移籍後の2014年4月4日に初先発すると、7回3失点の好投でメジャー初勝利を挙げました。メジャーの中で最もメディアやファンの評価が厳しいと言われる球団で、開幕投手を務めるなど、ヤンキースでもエースとして活躍します。日本とメジャーでは球数制限や調整方法、さらに移動距離や時差など、かなり環境の違いがあります。しかし田中は1年目から高い順応力で活躍しました。楽天時代はストレートでグイグイ押していくパワーピッチャーの印象がありましたが、メジャーでは多種多様な変化球を駆使し、打たせて取るピッチングに変貌しています。ヤンキース時代には妻の里田舞さんとの間に第一子が誕生しており、公私ともに順調でした。2020年に球団の事情もあり、自身初の FA となり、2021年1月28日、楽天への復帰が正式に決定しました。楽戦。日本球界に復帰した田中が WBC への思いを明かしたのは2022年10月のことでした。田中は自身のツイッターに次のように投稿しました。来年開催される WBC について自分の気持ちをお話しする機会がなかったので、ここで言わせていただきます。いい選手がたくさんいますし、なかなか簡単なことではないのは重々承知の上ですが、出場したいです。この気持ちを持ってオフシーズンのトレーニングにも取り組んでいきます。メディアから WBC について質問される機会は多くあったと思いますが、メディアを通じてではなく、自分の言葉で発信したことからも分かるように、田中には WBC への強い思いがありました。これについては日本代表の栗山監督も10月の時点で次のようにコメントしています。マー君のそういう思いっていうのは本当に感謝しかないよね。しっかり受け止めている。あれだけ実績があってああいう風に言ってくれるってことが、いかに日本の野球が今大事な時で、ジャパンが大事な野球をしなきゃいけないとか、マー君が持っている野球への感謝みたいなものを含めて、そこにはメッセージとして含まれている。栗山監督はこのように語り、もちろん候補の一人であるのは間違いないと、メンバー入りの可能性があることを明らかにしていました。そして11月には日本代表の強化試合が組まれていました。この時のメンバーは若手中心で、栗山監督が直接見てみたい選手や当落線上にいる選手が選ばれ、実力が分かっている田中はメンバーに入りませんでした。オフシーズンに入ってからも調整を続けていた田中は、2023年に入り契約公開後の記者会見でも WBC への思いを熱く語っています。選ばれたい、いい準備をして呼ばれてもいいようにと思っています。チームの駒としてどこでもやる気持ちでいるし、なんとかチームに入って貢献したいという気持ちはあります。田中は34歳のベテランになっても、チームの駒という言葉を使い、身を粉にして尽くす覚悟でした。しかしそんな田中に、栗山監督からメンバーの正式発表の前に電話が入りました。電話で田中は、30人の中には入っていないと告げられました。かなり早い時期から出場を表明していた田中ですが、WBC メンバーから落選。田中は、もちろん WBC は見るだろうし、もちろん応援すると語り、楽天のキャンプへと気持ちを切り替えました。ではなぜ田中はメンバー外となってしまったのでしょうか。落選の理由。
田中は2009年に WBC で世界一を経験し、2013年の大会にも出場。さらに2008年の北京オリンピックにも出場しており、2021年の東京オリンピックでは金メダルを獲得するなど、国際試合の経験は申し分ありません。2020年まで7シーズンにわたってヤンキースで先発を担い、6年連続2桁勝利をマーク。日米通算で190勝を挙げています。しかし、2020年に新型コロナウイルスが流行した頃から、田中のリズムが狂い始めました。アメリカでの感染拡大の状況を見て、キャンプ地から家族と共に日本に帰国。感染以外でも身の危険を感じさせられる出来事があり、十分に注意をしながら一時帰国する決断をしました。アジア人への差別や暴力が発生していたことから、身の安全を優先したといいます。7月に再びニューヨークに戻りましたが、練習中に頭に打球を受けるアクシデントにも見舞われました。このシーズンは調子が上がらず、10試合に登板して3勝止まり。オフに FA となり、ヤンキースを去ることになりました。そして2021年から古巣の楽天に復帰。それでも田中の調子は今一つで、23試合に先発し4勝9敗、防御率 3.01。 1シーズンで9敗は日本のプロ野球でプレーした中では最多の敗戦数でした。2022年になっても低調は続き、25試合に登板し9勝12敗、防御率は 3.31、 自己ワーストを12敗で更新してしまいました。6月には1試合で4本のホームランを打たれるという、日本のプロ野球では初めての屈辱も味わいました。メジャーを合わせても1試合4発を浴びるのはワーストタイ。このような状態では栗山監督が選ぶのが難しいのも理解できます。そして田中にとっては、侍ジャパンの監督が稲葉篤紀監督から栗山監督に変わったことも代表入りには影響がありました。調子があまり良いとは言えない田中を東京オリンピックの代表に選んだのは稲葉監督。栗山監督が就任したことで、田中はまた新たにメンバーに入る競争を勝ち抜く必要がありました。さらに田中に大きな影響を与えたのは、ダルビッシュ有と大谷翔平の参戦です。2人とも現役バリバリのメジャーリーガー。ダルビッシュは2009年の WBC 優勝をマウンドで決めました。世界一を知る存在として、今大会はチーム最年長の36歳で臨みます。パドレスでの2022年は、メジャー1年目に記録した自己最多タイの16勝をマーク。16勝8敗で防御率は 3.10。年齢的な衰えはほぼ見られず、多彩な変化球を投げ分けるピッチングは円熟味を増しています。ダルビッシュは12月6日に自身のツイッターで、栗山監督に来年の WBC に出場しなさいと言われたので出場しますと発信。アメリカで直接栗山監督から口説かれ出場を決めました。2011年オフ、栗山監督が日本ハムの監督に就任した時は、ダルビッシュがメジャーへの挑戦を決意したタイミングでした。ダルビッシュがメジャーに行くことが確実な状況でも、栗山監督はダルビッシュと一緒にやりたいと思いを伝えました。結果的にダルビッシュはアメリカに渡りましたが、その頃からのつながりがあります。もう一人の大谷は栗山監督の愛弟子です。高校卒業後、すぐにメジャーリーグに挑戦することを表明した大谷を、栗山監督は、大谷君には本当に申し訳ないけれど、指名をさせていただきますとドラフト会議で単独指名。動揺した大谷は、指名の挨拶をしに高校に来た日本ハム関係者と最初は会いませんでした。そこから日本ハムは、大谷が投手と打者の二刀流で成功するためのプランを提示。大谷専用の資料を作成して、交渉の席には栗山監督も同席して説得を続けました。栗山監督の熱意が伝わり、大谷は一転して日本ハムに入団。その後は日本プロ野球で初の2桁勝利、2桁本塁打、
日本人選手で最速の165キロをマーク、日本一も経験しました。栗山監督は二刀流の生みの親ともいえる存在です。メジャーで2年連続の MVP こそなりませんでしたが、2022年も大谷の活躍は目覚ましいものがありました。エンゼルスで28試合に登板し、15勝9敗、防御率 2.33、 自身シーズン最多の219奪三振を記録。打者としては160安打を放ち、ホームランは34本、打率は2割7分3厘、ベーブ・ルース以来となるおよそ104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打を達成。大谷の二刀流は凄みを増しています。2023年の WBC で想定される先発投手の枠は4人。ここにダルビッシュと大谷が参戦したことで田中が入る枠がなくなりました。残りの2つに選ばれたのはオリックスの山本由伸とロッテの佐々木朗希。オリックスでエースとして日本一に貢献し、抜群の安定感を持つ山本、そして2022年に完全試合を達成して勢いのある佐々木。山本と現在の田中を比べると総合力で山本の方が上でしょう。佐々木については国際試合の経験がなく、ボールへの適応といった課題はありますが、伸び盛りの若手を栗山監督は選びました。また田中を第二先発で中継ぎ起用する案もあったと思われますが、栗山監督が選んだのは結果を残した選手たちです。田中は東京オリンピックでは決勝トーナメント初戦のアメリカ戦に先発しましたが、4回途中に3失点で降板。当然栗山監督にもこの時の印象は残っているでしょう。同じように阪神の青柳晃洋も東京オリンピックで2試合に登板したものの、5失点で防御率 27.0 という散々な結果。阪神のエースで WBC メンバーの候補にも上がっていましたが、青柳も落選しました。一方で日本シリーズで活躍し、オリックスの日本一に貢献した宇田川優希が選ばれるなど、短期決戦に向けて直近の試合で結果を出した選手を選んだ面もあります。田中の実績は十分ですが、最近の国際試合の東京オリンピックで大事な試合で打ち込まれてしまったことや、近年の不調がマイナス要因となりました。選ばれたピッチャー15人の顔ぶれを見たときに、今の状態では第2先発でも田中が入る余地がなかったというのが落選の理由です。2023年の WBC ではメンバー入りが有力視されていた巨人の坂本勇人が辞退。坂本は2022年に右膝の内側側副靭帯を損傷する大怪我などで3度も離脱。2022年の出場は83試合にとどまり、5本塁打33打点はいずれもレギュラーに定着した2008年以降でワーストでした。坂本は2013年の WBC から2021年の東京オリンピックまで主要国際大会は5大会連続でショートを守ってきました。それでも怪我の影響からコンディションが万全ではなく辞退。投手陣ではツインズの前田健太の名前もありません。前田は2013年の WBC を経験しています。しかし2021年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、2022年は登板ゼロ。2023年からの本格的な復帰を目指しているためメンバーには入りませんでした。田中と坂本、前田は1988年生まれのいわゆるハンカチ世代、マー君世代とも言われますが、斎藤佑樹は2021年に引退。長く日本代表の中核を担ってきた世代ですが、34歳を過ぎて怪我やコンディション不良などでキャリアの分岐点を迎えています。田中は日米通算200勝まであと10勝。2023年シーズンでの達成を見据えて新たなチャレンジをしています。田中将大が侍ジャパン入りを熱望していた本当の理由は、自ら復活劇を演出したかったからでした。
田中は2020年の新型コロナウイルスの流行によってそれまでの流れを断たれてしまい、日本球界に復帰してからも本来の調子を取り戻せずに苦悩が続いています。順風満帆だった今までの野球人生、日本のエースとまで言われた過去の栄光、田中は代表入りを果たすことで周りからの信頼を回復させて浮上のきっかけにしたかったのです。 WBC で世界一になるほどの栗山監督がそれを見抜けないはずがありません。チームの駒としてどこでもやる気持ちでいるとまで言ってアピールした裏にはこんな理由があったのですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て面白かったと思う方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。これからもプロ野球に関する裏話や知られざるストーリーを紹介してまいります。楽しみにしていてください。